盗み出たるものは三国伝来金の白面九尾の変形化粧したる玉物前とはその自彼がことに
お祭りができますね。もうまあいいことでございますよ。まあ嬉しい嬉しい。お嬢さん、はあ、30年ぐらい神楽商法じゃが、こがに神楽が待ち遠しになったことは初めてですよ。まあありがとうございます。まあ本日はですね、嘘谷の高知神社にお招きいただきまして、誠にありがとうございます。やれやれ、まあほいじゃけえね、今日はこれはね、2016年の10月以来このあっこでにもやってんのって、わしもほいじゃけ2年ぶりにこうやって舞うんだが、いっそ練習してないがバシッとあんまり気持ちがええよ。ほいじゃけまあかぐらいのめでによ、今日はね久々の舞台じゃ思うて、ちょっと白衣と谷をね新調したんでございますよ。皆様前でかっこしたら思うてね、ほじゃがね今頃インターネットというもんで全部買えるんじゃが、まあね旅は旅はこれは1000円ですよ。そういうのからそういうのからこれでね白いようなこれをねなかなか売ってなんであるんじゃが、まあちょっと安いのかてお茶見ましょうで思うて、こうって来てみたら、この間初めて来てみたら、まあ見ちゃんさ、一回洗っただけでここにシワシワになるんよ。まあ不細工なことよ、不細工なことよ。おいでね、これよう見てみて、かぐらようじゃろうって、あの水に入って滝に打たれるじゃろうな。用水用じゃけな。こいじゃけこがなことになっとるんよ。まあ恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。まあ。あれわしゃ不細工じゃけえね、裏からびっくりしたんだがね、びっくりしたんだが、まあお嬢さん顔がでかいで有名じゃあるんだがね、周りとらわきまいがい面があってから、わしより顔がでかいと思ってるじゃん、思って安堵したところじゃありますよ。ありがとうございました。お電話いっそ合わせちゃうが大丈夫かい、大丈夫かい、あんた初めて見るから大丈夫か、任せてください。おまた任せてください。まあおいで、あ、あれはどうでもいいんだよ。あんた今日全部吹くんか、歯しばるだろ、わしが吹いてるぞ。私もね、笛が吹けるんじゃあるんだが、いっそかしてくれんのよ。おいでね、まあ寂しいことであるんだが、あの感じでね、でまあ皆さん今日は久々の祭りじゃけね、お花湯の神楽とかお祭りいうのは打つんだが、ようけたまっとるじゃろうけ、2年分3年分よってようけあげちゃってください。わしゃはねこの面がは20年ぐらいになるんじゃが、半分しかないよ。いつまでたっても大きいの買っちゃうもんね。でここら辺よう見たらね、は色が剥げよるんじゃがね、いっそ買ってもらえんけ。まあ、ようけお花お願いいたしますよ。いやいやいや、まあ、何個話してもしょうがないけ、これじゃちょっとね、先に進みましょうって。なんちゃったかやろ、そもそも自らはあれなる那須野ヶ原は十年寺の和尚にて、その名を鎮西と申す者にてすもの。汚れ取るよ、汚れ取るよ、境内は何をしょうかな、これ。まあね、あの皆さんが来てじゃけ、これからこれなる宝器を持ってこれなる境内を破棄清めよと存ずる。
おじゃ、おじゃがいっそ綺麗になってるわけ。お前、綺麗になるわけないだろうが、お前。いやいや、綺麗になる。綺麗だわけ。おい、ちゃんとせえよ。おい、おい、お前だけ疲れてるから、わしは全然疲れてないぞ。はい、パシッと行こう。パシッと行こう、パシッと。あれ、この人は知らん人だよね。これなる境内を吐き決めよう。何でしたっけ。これなる境内を吐き清めよう。トラゾングル。お、決めよお前ちゃんと。これはこれなる境内を吐き決めよう。おい、頑張れよ。おい、これ清めよう。トラゾングル。おい、Oh,
やいや、まもう一杯言わせて。いやいや、最後に一杯。あ、忘れとった、今顔見たら思い出した。そうだよ。ほんじゃ、あのね、うちの会社よ。いやいや、これね、この方、あの今さえ見て、今回世話してくださった方なんじゃがね、まあなんとね、先月か中国新聞見てみりゃ、この方が投稿するちゃって、まあ神楽ができるって嬉しいよ言ってから買い取りに去って、まあわしら神楽団員を見てからね、元気が出たことよ。まあ誠にありがとうございます。ほんまありがとうございます。これが歯先は歯炎です。ごめんなさい、歯の面です。はい、これじゃあ帰るけね、お姉さんね。じゃあ私も帰るわ。ああ、そうしましょう。はいはい、ありがとうございました。拍手。おいしょ。おいしょ。奥の人まにいて、急速つかまつろう、どうぞどうぞ。代わりに座った。おい、やれやれ、笑いになったよ、笑いに。それはどこがなるか楽しみじゃろ。いかに十年次の少佐によろしくお願いをしてそうろ。まあ来年からどこがなるか楽しみじゃっけ。まあやっと幹部はまともになりそうな気がせんともなんだが、どうなるかの。いかに十年次の少佐に重ねてお願いをしてそうろ。はあ、酔ってるって何を思うかいっそうかな。いや、いっそうかな。何を酔ってたのかな。いや、これは俺だ、あの子やったね。あら、パーも消えはないの。はいはい、何回ね。わらわは元都生まれの者にてそうが、ああ幼き時に父は年に別れ、やれやれ、旅から旅へ乗るのを見、何とぞあれとも示し御助けなされやの。ほうほうほう、でからまあかわいいでしょ、高校生じゃっけえね。かわいい、まあかわいい。お前は顔がちっちゃいよ、腹立つの。なんでそれがちっちゃいよ。え、父母がおらんけ、褒めてくれよって。こんな顔がちっちゃいし、ほんまおなかからおなるとから手分けるようでして、お母さんレッピーなし。ええことばっかりじゃんな、お前。あまりにええかった。でも泊まりたいんだよ。何とぞ願いもしてそうろ。ああ、ああ、あの、かわいそうなよ。かわいそうとしとったらいいわ。うん、まあまあ、聞けば聞くほど哀れな身の内。お寺いうのはね、死人ばかり導くところではございません。こうした生きた人にも恵みを与えるのも、
仏の人というものでござります。よろしゅうござる奥の人たちで、じゃあや今宵一夜の今宵一夜の宿おかしい妄想、これはありがたし、よろしくお願い申して。そろそろこちらの方へ、はい、
だろ、もうね、やだよ。あのね、明るいから焼き鳥屋を行こうって、そっち行ってもいいやろ。まあ、若者は言うてよ、もうちょっとだけ待ってさ。三男児の血と肉を、はっ、わらわら腹を足しに行こう。あれよ、いたしてくれ。下田さん、タヌキが出たよ。なんで知ってたの？おいおい、いや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 、これタヌキで、お前タヌキだよ。あ、笑いよな。いや、やれやれ。あ、まあまあ、お久しぶりでございます。2年ぶりですの。今日その衣装暑いな。ちょうどええ。こっち暑いよね。はあ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 。まああたデブじゃけの。どうなんの。うるさわ。わしもじゃけんやがった。まあ生意気じゃ。これだけ今日は日本酒飲んどるけ強いで。あ、今怖いもんなって。よしやってろって、はい、おい邪魔、これなるデビューを持ってボッコボッコにぶったたいて味噌汁の出しといてくれ。酒の力は今すごいものでござる。2年ぶりだけ力が溜まっとったね。やっちゃったね。ほらほらほら、パンチが自分の世はならんもやっけだったね。
上のものなるか、おばなのりそうらえや。わらはもとみやこ生まれのものにてそうろうが、幼き時に父母と死に別れ、旅から旅への流浪のみ、何とぞあれとも示し、御助けなされやの。暗示怪しきことを申す者かな、に我らをたばからんとすれども、暗示が勤務を白面九尾の狐であること、本国より承知なり、我らは帝の勅命により、暗示を退治に迎えたる、裏之助義明、また勝佐之助広常の両兵なり、あれば何時その正体、表すべし。Okay.